はい、今回は下回転サーブとナックルを分かりにくく出すポイントについて解説をしていきたいと思います。表ソフトラバー、裏ソフトラバー、ペンホルダー、シェイク、全てにおいて使える技術であるので、ぜひとも最後までご視聴ください。このサーブを覚えることによって、サーブからの3球目、サーブだけじゃなくて3球目にすごいつなげやすい展開を作ることができるので、ぜひとも覚えていただきたいと思います。ではやっていきましょう。髪の毛切りました。下ナックル、下ナックル。下回転サーブの切り方については、以前ブチ切り下回転の動画で解説をさせてもらったので、そちらの方もご視聴いただければと思います。下のナックルを分かりにくく出すポイントについて、まず一つ目に大事なことは、ボールの飛ばし方を揃えることです。下回転はふんわり山田に飛ぶ、ナックルは直線的に滑るように飛ぶっていう風に、下回転とナックルで飛び方に差が出てしまうと、相手からしたら分かりやすいサーブになってしまうので、まずはボールの飛ばし方を揃えるように意識しましょう。そのためにはどうすればいいのかというと、当て方ですね。下回転を出すときってよく下から上にこうやってしゃくるように出すことが多いと思うんですけど、分かりにくくする上ではちょっと叩きつけるように出すことですね。ほんまに分かりにくくするんやったら、第1ラウンドの白線ですね、白線に当たるぐらい叩きつけるように出してもらうことです。そうすることでナックルと下の変化が分かりにくくなります。下回転も叩きつける、ナックルも叩きつける、この叩きつけるっていう動作の上で下回転のナックルを出すことが大事になります。2つ目のポイントは、ラケットを当てる場所です。下回転を切るときはラケットを4分割して、ここですね、こちら側に当ててもらったら下回転が出しやすくなります。で、ナックルを出すときはちょっとこの辺りですね、このほんまに大げさに言うたらロゴに当たるぐらい、ロゴに当たるぐらいの場所でスイングをやってもらったら勝手にナックルになります。この当てる場所の違いでサーブの回転を出し分けることが大事になってきます。ナックルやからといって出し方を変える、下やからといって出し方を変えてしまうと分かりやすいサーブになってしまうので、この当てる場所というところを意識してサーブを出し分けていきましょう。まずは下回転ですね、こっちにあります。で、ナックルいきます。ここですね、極力同じスイングで出すようにしています。下回転、ナックル、下回転、ナックル、これが大事です。フェイクを上げる、ナックルを出すときはフェイクを下げるっていうふうにやってしまうと、これもやっぱ相手からしたら分かりやすいサーブになってしまうので、揃えることが大事です。どっちも、下回転もナックルも上げる、下回転もナックルも下げる、なんなら横でもいいです。何でもいいんですけど、フェイクモーションは別にならないようにしましょう。同じフェイクモーションで下とナックルを出し分ける意識が分かりにくくするポイントになってきます。下回転、ナックル、同じフェイクですね。下回転、ナックル、同じフェイクです。こういう風にフェイクモーションを揃えて一つのセットにしてもらうことで、分かりづらいサーブが完成します。では視点を変えてもう一度サーブを出していきたいと思います。意識するポイントを一個一個踏まえてやっていきましょう。まずはボールの飛ばし方ですね。叩きつけるように、第1ラウンドは白線ぐらいに振るようにしてあげましょう。ナックル、飛び方は似てると思います。ちょっと台上で止まるのが下回転、滑っていくのがナックルですね。ちっちゃいのがです。下回転、ナックル、下回転、ナックル。で、2つ目のポイントは当たる場所ですね。これはもう今も
こちら側、こちら側ですね。まあ、外側か内側ですね。この2つをしっかり意識してかけることで、下回転は回転力、底上げにつながるし、ナックルはより質の高いナックルサーブを出すことができます。下回転、バウンド後に沈んでいるのが特徴です。ナックル、ナックルはもう滑っていきます。下回転、ナックル。で、3つ目のポイントはテイクモーションですね。これがすごい大事です。いくら分かりにくいサーブにしてもフェイクモーションが全然違ったら取りやすいサーブになってしまうので、フェイクモーションを揃えて出していきたいと思います。下、ナックル、ナックル、下、ナックル。はい、まあちょっと上げてフェイクモーションを出します。下、今は下げてますね。下、ナックル。でもう一個、私自身が試合で使うテイクモーションの作り方として2段階のテイクモーションを作るようにしています。これはちょっと難しいんですけど、一回やってみますね。下回転、ナックル、下回転、当てて上げて下げです。これはちょっと、まあ、応用になってくるんですけど、インパクトして位置だけやったらなんかこう面白みがないっていうか、私自身は2段階することで相手がおっていうふうにちょっとこうワンテンポ遅れてくれて、チャンスを変えてくるっていうイメージがあります。しかしどんな時でも私は2段階、ダンクロムしたのを2段階作るようにしております。このサーブを出す上で大事なことは、次ですね、私自身もこのサーブでサービスエースを取るつもりは一切ありません。ただ、ちっちゃい変化で相手にレシーブがちょっとこういう風に浮いてくるのを待っております。分かりにくい変化でちょっと相手が浮かしてくれたボールを3球目で狙う、このためにこのサーブを使っています。それが変にこうサービスエースを取りたいと思ってしまうと力が入ってこない、なんかこうサーブが起こしたり、それこそ良くない時はサーブが出てしまうんですね。大事なことは回転量でも分かりにくさです。回転量はちゃんと当てる場所を意識したら勝手についてくるので、まずは飛び方とフェイクモーションを揃えるということでやってもらって、分かりにくいサーブを作ってから回転量を上げるということをやってもらった方がいいかなと思います。目的を間違えないようにしたいですね。今回は下回転とナックルを分かりにくくする方法について説明をさせてもらったんですけど、大切なことはこのサーブからの3球目攻撃までをセットにしてもらうことです。サービスエースを取ることよりもこのサーブでチャンスを作って3球目で仕留める、そこまでを考えてサーブを使ってもらうとより効果的なものとなるので、ただサーブで点を取るだけじゃなくて次の展開まで頭に置いてやってもらうことが大事になってきます。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。